ダビット・ティムは、ドイツのピアノ奏者、オルガン奏者、合唱指揮者、ジャズ音楽家。現ライプツィヒ大学音楽監督。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、ミューリッツ軍バーレン出身。音楽の街として知られるライプツィヒにて、トーマス教会少年合唱団団員となり、後に団長を務める。その後ライプツィヒ音楽演劇大学に進学し、教会音楽を専攻、ハネス。 ケストナー、アルフィートガスト、フォルカー・ブロイティガム他に指示。1995年、教会音楽歌詞格 A を取得して、家庭終了。同大学のピアノ専攻マイスターコースに進学。その間、ザルツブルクモーツァルテウム大学への留学を経て1999年、卒業。1998から2002年、ハレ教会音楽大学教員として合唱。 オーケストラ指導を担当した。また母校ライプツィヒ音楽演劇大学の天霊オルガン演奏の講師となる。1999年にはサックス奏者フランク・ノビッキーと共にライプツィヒビッグバンドを結成。また同年から2006年まではゲオルク・クリストフ・ビラーの後継として合唱団ライプツヒボーカル・アンサンブルを指導した。2005年にライプツヒ大学音楽監督に就任し、 ライプツヒ大学合唱団指導者の地位を受け継いだ。2009年の大学創立600周年では、JS バッハが東大学のために書いた合唱曲を収録した記念 CD を発表した。またライプツヒにおける、ワーグナー生誕200年記念音楽祭の実行団体、リハルト・ワーグナー協会ライプツヒ2013の共同創設者であり、現在協会長を務めている。 学生時代の1991年には、同大サックス専攻の学生であったライコ・ブロッケルトと二人で、ジャズデュオ・ティム・ブロッケルトを結成。これまで国内外で、数々のクラシックジャズ音楽祭に出演し、高い評価を得ている。また伝統的な教会での礼拝に、サックスとパイプオルガンによるジャズ風音楽を加えるなど、斬新な試みも、積極的に行っている。 即興演奏の技術は特に抜きん出ており、個人の受賞歴は1991年、ワイマール・ピアノ即興コンクールグランプリ、第1回ワイマール・バッハ即興コンクールグランプリ、1997年、シュベービッシュ・グミューンと、国際オルガン即興コンクールグランプリほか多数。また2008年には、ザクセン・モーツァルト協会モーツァルト賞を授与されている。現在では、 ライプツヒ大学合唱団やジャズの公演のほか、奏者として、ケバントハウス管弦楽団、ライプツヒ新バッハ合奏団、また客員指揮者として、ハレ・ヘンデル音楽祭管弦楽団やチューブドイツ放送交響楽団とも共演している。ヨーロッパ諸国やアメリカでの演奏活動のみならず、日本とも縁が深い。初来日は、 トーマス教会少年合唱団時代の1976年で現在まで定期的に来日し各地で演奏や指導に当たっている。ありがとうございます。